博多ロー宣言。好きにすれば結果はついてくる。そういうもんですか。そういうもんだろう、はあ、結果なんか気にしているよりも今を見つめて好きに生きろ。博多ローさんは結果はついてきてるんですか。そりゃついてきてるとは思うけど、俺が前に進みすぎてて追いつかないんだと思う。絶対ついてきてないよ。ついてきてるよ。え、結果がちょっと寄り道してるだけだよ。やあみんな、今日も俺の話に寄り道してくれてどうもありがとう。チャンネル登録も好きにしてくれよな。